ときめきメモリアルガールズサイド1、葉月くん1ズルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はゲームセンターに行ってきたところですね。で、今月行こうと思ってたところはもう行き切ったので、ちょっとお年玉も入ったからね。そう、ピュア系の服じゃなくて、せっかくだからスポーティーがね2番目に好きなんで、ちょっとスポーティー系のお洋服をちょっと取り入れてもいいかなと思ったので、ちょっとね買い物にでも行きましょうかしら。しおり、あれ、あ、あれ誘ってきた。え、すごい最近誘ってきたよね。え、なんかペースがマジで謎。あ、ケイ君、何？今度の日曜、空いてるか？あ、そういう感じなんだ。なんかこの週とかじゃないんだね。なんかこう、セカンドからって大体こう、4週間ごとに誘ってくる感じだったと思うんだけれども、この週とかじゃないんだ。なるほどね。あ、そういう感じなんだ。しかし場所。うん、空いてるよ。遊園地行ってみないか。遊園地、あ、まあ、いいか。いいだろう、ちょっと買い物行こうと思ってたけど、まあいいよ。うん。そうか。じゃあ今度の日曜日バス停に待ち合わせでいいかな。うん、わかった。じゃあ日曜日。ケイ君からデートに誘われちゃった。ちょっと謎だな。こんななんか連続して誘われる。だってこの5日日曜日の週に誘われてさ、12日お誘いされたばっかりだよね。こんな謎だな、お誘いのペースがかなり。あ、そうなんだ。じゃあですごいこう誘ってくる確率自体は低いけれども、いつでも誘ってくる可能性はあるんだ。むずいね。読めなくて。家行くのマジ大変だなこりゃ。あ、そう、まあいいや。とりあえずじゃあ予定になかったけど、まあいいや。今日はじゃあ遊園地に行きたいと思います。ごめんね遅れちゃって。待った？別に、俺お前待ってるの嫌いじゃないから。じゃあ行くか。ん、何か言うか。お前、無防備すぎだ。入るぞ。なんだ？そんなにくっつくと、ほら。どれに乗るんだ？どうした？あ、ここ怒られるかな？あ、大丈夫だった。俺も、触るぞ。冗談だけど。いいよ冗談じゃなくても。ジェットコースター。うん、わかった。ん、何か言うか。じゃあ触れちゃう。そう思うで。またエッチなやつ。あすいません。乗るか。どうした？触りちゃんすごいね。また、なんだ？すいません。ジェットコースター、面白かったか？なんだ？今日は大丈夫だよね。そんなにくっつくな。いっちゃ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 い。スプ
ピード感がもう最高。好きなのか？子供の頃は好きだったけどな、俺も。なんだ？少し落ち着け、ほら。よくこれ言われてるな。興奮気味。早いな、時間経つの。楽しかった。また付き合えよ、そのうち。なんだ、今日お前と来られてよかった。うん、今日のデートいい感じだったみたい。お前まだ時間あるか？うん、大丈夫だよ。もう少し一緒にいるよ。ん？何か言うか？え？いいよ。ほら、手、繋ごう。手は繋いでもらっちゃった。で、この、会話なんですけど、で結構、そうね、大接近がない代わりなのか、このバリエーションが思ったよりあるんだけれども、ちょっととはいえね、このままこう毎回見ていくと、ちょっとこう、早めに告白未遂がちょっと出過ぎちゃうかなっていうのがあるので、今回までは見るけど、ちょっと次から、そうね、何回かに1回とかにしていこうかなと思います。ちょっと、なんとなくあんま告白未遂が早すぎるのもね、ちょっと情緒がない感じがするんで。ねえ、ケイ君。なんだ？ケイ君ってさ、何か夢ってある？まあ、なんとなく、あ、飛ばしちゃった。え、ねえ、どんな夢？デザイナー。へえ、服とか、靴とか？宝飾、アクセサリー。今、シルバーで作ってるんだ。指輪とか。すごい。もしかして、今つけてるのも？ああ。すごい。絶対売れるよ、これ。プロ並みだもん。お前、本当に気楽なやつだな。よし。じゃあ、今度手伝うよ。フリーマーケット。あ、そうね。夏ね、手伝うわ、じゃあ。ずっと繋いだままだったな。どうした？あ、また行こう。送ってくれてありがとう。あ、じゃあな。ケイ君に送ってもらっちゃった。今日はちょっと星さんがいっぱい出たんじゃない？あ、ケイ君からメール。今日は楽しかった。今お前が隣にいないことが不自然に感じるくらい。ちょっと恥ずかしい。でも嬉しいな。いいデートだった。今週はバッチリ頑張ったよね。しおり、最近痩せたか？スタイル良くなったような気がする。現実には絶対言われない言葉だわ。やったね。よし、今日こそお買い物行こう。いらっしゃいませ。ちょっと本当はなんかもうちょっと早い気づいてればよかったね。スポーティー系でもいいっていうのはね、早く気づいてれば。ちょっとどうせだったら春とか秋も着れた方がいいから、シャツにしようかね。パーカーだとなんかね、あったかすぎるっぽいん でこれダウンは絶対あったかいから、こいつ1枚着とけば。下半身はこれ水色の方が良かったな。
だよね。何入ってんだろうね、マジで。これなんか AKB の偽物みたいな。まあ、これに買っとくか。もうやめよう。そんなにいっぱい買ってもね。ありがとうございました。うん、いい買い物したよね。あとちょっと、ね、先の流行種調べといたんで、ネックレスと今の。いらっしゃいませ。流行じゃないや、ハッピーアイテム。チョーカー、あ、チョーカー、え、こんなのしかねえの、マジか。ネックレス、ネックレスと、え、チョーカーマジ。これか、やだな。まあでも別にデートにつけていくわけじゃないから、いっか。あ、イヤーカフス着がちなんでね。いやでもイヤーカフス結構高いな。ちょっと着てからでいっか。さっきまでも全部調べても。1月、じゃあもういいかな、ちょっとなんかいっか、今もうだって1月も終わりだもんね。あと1ヶ月だからいいや。ありがとうございました。うん、いい買い物したよね。しかしパラが低すぎて。こんな低かったっけ。あ、誕生日か。はーい。ケイ君、どうしたの。ああ、これプレゼント、もしかして私の誕生日の。お前が生まれた特別な日だろ。ああ、割と楽しいな、プレゼント選ぶのって。ケイ君からプレゼントもらっちゃった。どんなプレゼントかな、開けてみよっと。写真集、世界の子猫たち。岩合さんとかの写真集かな。世界猫歩きかしら。あ、かわいい。でも、ケイ君がこれを買うところって、ちょっと想像できないかも。ちょっと本当、お誘いが、ランダムだね、かなりね。今週なんか、誘ってきたんだけど、動物園だったからやめちゃった、なんか。なんかちょっと誘われないで終わったから、今週誘ってくるかな、また。別に毎週のように誘ってくるんだね。誘ってくるっちゃ誘ってくるんだ。あ、祝日あるけど火曜日だからダメか。あ、くそ。そっか。あ、でも16にちょっと間が悪いからここは嫌じゃん。だからここ16お誘いしとくか。そうしよう。藤本しおりだけど。かかってきそうな気がしてた。電話。あのね。ここは、この週、そうだよね、バレンタインだから。好き。2月16日に山へスキーに行かない？じゃあ2月16日にバス停で待ち合わせだよ。わかったな。早く2月16日にならないかな。あ、よし、来た。しおり。ちょっと頼む、いい場所で。ちょっと家でもいいんだけど、そろそろ。あ、ケイ君、何？今度の日曜。空いてるか。うん、空いてるよ。プラネタリウム行かないか。なかなかね、限られてるね、場所がね。まあプラネタリウムも用事あるけど、でも今週ちょっとタイミングがいいから粘ってみようかな。プラネタリウム
行かないか。これ週で決まってるとかあるかな。いや、そんなことなかったよね。ちょっともうちょっと頑張ろう。臨海公園行ってみないか。やっぱね、ちょっと好きなところシリーズになってくるよね、どうしてもね。動物園行こう。大体3カ所だな、このプラネタリウム行かないか。くそー。動物園行こう。くそー。臨海公園行ってみないか。辛いな。臨海公園行ってみないか。これあれなんですね、よく攻略本見とけばよかった。こんな違いがあるんだね。あまりにも出なすぎて、え、なんでって思ってたんだけど、これファーストだと超こう大好きなところに誘ってくる回と、まあ、そこそこ好きなところに誘ってくる回でも枠がね決まってるみたいで、今は多分超大好きなところに誘ってくる回だから、次のお誘いの回はお家に誘われる可能性があるけど、今はねないみたいなんで、ちょっともう諦めて臨海公園に今回行こうと思います。うん、そうか。じゃあ今度の日曜日、新羽畑駅に待ち合わせでいいかな。うん、わかった。じゃあ日曜日。ケイ君からデートに誘われちゃった。ちょっとシステムが分かってなくて、ね、余計な時間を過ごしてしまった。今週はいっぱい遊んだね。何気にたまみが出てるんですけど。はい、じゃあ、今日は臨海公園に行ってきたいと思います。今日はね、せっかくスポーティーね買ったんで、スポーティーファッションで行きたいと思います。あ、このクイズね。そっかそっか。あれ、今日のデートの待ち合わせ場所はどこだったっけ。まだ来てないみたい。待ってみよっと。遅いな、待ち合わせ場所。本当にここで良かったのかな。怒ってるか。ううん、大丈夫。悪かったな、待たせて。その服ん、この格好。ああ、似合うな。ケイ君、この服割と好きみたい。よかった。じゃあ行くか。どうした、お前無防備すぎだ。レンガ道でお散歩しよう。あ、そうだな。ん、何か言うか。あ、天気いいな。あそこの二人、ペアで服のコーディネートしてるな。なんだ。少し落ち着け。ほら。いつも興奮気味だから。あれ、どれだっけ。いいのか。さりげなくペアルックでいいね。ああ、センスいい。それに似合ってる。ん、何か言うか。あ、いや別に何でも。あら、ナディ。早いな、時間経つの。楽しかった。また付き合えよ、そのうち。どうした、また今度な。うん、今日のデートいい感じだったみたい。お前まだ時間あるか。で、あ、そうだね。で、ちょっと表では言ったことにしてますけども、ちょっと裏ではね、カットしちゃおうかなと思います。うん、大丈夫だよ。もう少し一緒にいろよ。なんだ。今日のデートももうおしまいか。な、このまま
別に。結構送ってくれてありがとう。ああ、じゃあな。ケイ君に送ってもらっちゃった。あ、ケイ君からメール。お前はしゃぎすぎだ。でも楽しかっただって。やった、ケイ君すごく喜んでるみたい。しまったかバレンタインデーがこの何しろねバレンタインデーがむずいからねちょっとやばいな。何回目で出来上がるだろうか。さてと今日も一日無事に終了。あ、そろそろバレンタインデーだっけ。どうしようかな。やっぱりいいや、チョコは買わないで帰ろう。朝の5時過ぎ、何か忘れているような。そうだ、手作りチョコをどうしよう。やっぱり本命といえば手作りチョコ。よーし、頑張るぞ。しかもこれ超久しぶりだからな。辛すぎんだよなマジで。あ、そうむずいんだよねこれね。なんだっけ。ちょっと全然できない可能性が。外回りなんかこのね。時計回りと反時計回りが。あ、ちょっとダメな気がする。ダメな気しかしないな。ちゃんとやってんのになんかもうタッチした瞬間にブーとかなるからね普通にね。むずいんだよなマジで。あ、なんか今んとこいい感じじゃない。あ、ほらほらこうやってね。もういや逆じゃねえだろうよ。これダメだな。ああ。
たくない無理かな無理かな。あ、よかった、もうやりたくないよかったもうこれがね、何しろ大変なんだわ本当に。上手にできた。あ、セリフ間違えちゃった渡すのが楽しみよし、このチョコでいざ勝負。姉ちゃん、起きてるか？こら、つくし、ノックくらいしなさいっていつも言ってるでしょ。まったく、人が気持ちよく寝てたのに。気持ちよく、ね。ま、遅刻してもいいんなら別にいいけど。いやだ、もうこんな時間？ほんじゃ、俺は先に学校行くから、行ってきまーす。早く支度して学校に行かなきゃ。さあ、頑張って作った手作りチョコあげるならやっぱり、はあ、頑張ったわ。やっぱり手作りチョコはケイ君でしょう。しおり、どうした？ちょっと赤くなっちゃって期待してるんでしょう頑張ったんだからはい、これバレンタインチョコ。わざわざ作ったのか。作ったよ、頑張ってちょっと眠いけどね。で、目が赤いのか。まあね、そんなとこ。バカだな。そんないいことしなくても。嘘だよ、ちゃんと味わって食べるから。だから早く帰って寝ろよ。サンキュー。睡眠不足を心配してるのでよかった、喜んでくれたみたい。あれ、あ、そかそかそか、なんだっけと思っちゃったはい、じゃあ、今日はスキーに行ってきたいと思います。ごめんね、遅れちゃって。待った？別に。俺、お前待ってるの嫌いじゃないから。似合うな、それ。え、何が？その服、すごくいいと思う。それに、流行色だろ。最近よく見る。あ、ピンク、全身ピンクだからね。よかった、この服ケイ君気に入ってくれたみたい。じゃあ、行くか。ん、何か用か？ほら、くっつき虫か、お前は。真っ白だな。滑るぞ。ん、何か用か。寒いだろ、こっち行こうよ。え、いいの？もう少し上のゲレンデ行ってみないか。何か言うか。少し落ち着け。ほら。そうだね。チャレンジしてみようかな。ゆっくり降りてやる。俺の滑った通り、後からついてこい。どうした？お前、顔、真っ赤。落ち着け。どんだけ興奮してんの？今日は楽しかった。俺、時間が経つの忘れてた。また呼べよ。何度？また今度な。うん、今日のデートいい感じだったみたい。お前、まだ時間あるか？うん、大丈夫だよ。もう少し一緒にいろよ。なんだ？え？いいよ。ほら、え、つまご。やだ。
つないでもらっちゃった。え、ずっとつないだままだったな。なんだ。あ、また行こう。送ってくれてありがとう。ああ、じゃあな。ケイ君に送ってもらっちゃった。あ、ケイ君からメール。今日は楽しかった。今お前が隣にいないことが不自然に感じるくらい。ちょっと恥ずかしい。でも嬉しいな。あ、来ますか。まあ、今回はまあまあだろ。じゃあ、ちょっと今回何もない感じになっちゃったけど。ちょっと次、家に誘われる可能性があるからちょっと行きたいね、ぜひともね。はい、ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。